はい、OK です。はい、ほな今度、楽にね、楽に何百メートルでも何千メートルでも泳げる、あの綺麗なクロールってやつをね、綺麗かどうか分からへんけど、ね、綺麗なクロールってやつを見せていきます、ね。ほんで、プルのポイントとして、この中指ね、中指をちょっと前にぐーっとこうしっかりと突き出しながら、ね、突き出しながら、あの伸ばしていきます、ね。で、水の中はしっかりと手のひらで、あまりあのキャッチで押さえてというのはそんなに意識しなくていいんで、ね、しっかり水の中をふーっと持ってきて、でちょっと太ももにタッチするかなというところで上げてきてもらうというような感じでね、泳いでもらうと非常にゆったりして大きな泳ぎになるんで、ね、はい、でそれでその点をちょっと注意しながらちょっと見とってください。で一応ツービートで泳ぎますね。僕ちょっと足悪いんで、ね、ツービートで泳ぐん でツービートのポイントとしては、右手が入るときに左足をチョンね。で左手入るときに右足をチョンってして、で最後足がねこうチョンチョンって打つんじゃなしに、足がこう揃っていくっていうような感じで打ってあげると抵抗も少なくなるんでね。でその辺をちょっと踏まえて50メートル行ってきます。ああいうような感じで、ちょっと参考に、できることは参考にしてください。はい、OK です。